来たの。やべえ。ちょっと待ってよ。こっち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 持て。一生持たん。これ持て。これだけしかない。こっちはいい。これだけ。あいいよ。どうぞ。ないじゃって。骨折やつ悪い。こちら祇園車と呼ばれる漆塗りの枯れな出汁がありまして、私の目の前には今堀川町の出汁があるんですが、なんと高さが3メーター60センチ、そして重さがなんと 2.5 トンもするんですよ。そして相当な賑わいを見せるお祭りです。皆さんもぜひこの中津祇園祭りにお越しください。7月24日金曜日から7月26日までの日曜日まで3日間行われています。柳さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。以上、今日は大分県中津市堀川町から中津祇園祭りのご紹介でした。
夕方から雨が降るそうです。もういや明日なりたけ、今日遅くまで踊りまして、明日無事に全部踊るようにしたいと思いますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。南港の方でですね、新型インフルエンザの発生がありまして、南港生はなるべく自粛していただくようにお願いします。
ハス。イロハス。いや、引っ張るのは出らんでも、トマトがいい、スイカがいい、そうかな。スイカ、スイカ、おい、スイカ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 、
後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録をしていただくと、YouTube の画面で私の動画が見つけやすくなります。もしよろしければ、祇園車の屋根の画像のあるところを押して、チャンネル登録をお願いいたします。